はい、欲しいものリストのを掲載した結果の、まあ、第2弾になるんですけども、ですね、まあ、前回、まあ、1個目の動画で、紹介した3つですね、チョコバットと、と、クリーナーのやつ。フィンガーイーズと、あの、クリーナーの緑の、こう、拭くやつですね。まあ、ありがとうございます。あの、チョコバットも相変わらず食べてますし、チョコチョコと。チョコだけに。チョコだけに。いや、本当に。たまたま。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、あの、こう、日々少しずつ、本当に、重宝してます。あの、ちょっとこう、食後のデザートにみたいな感じで食べたりもしてるんですけどね。で、クリーナーもあの、おかげさまで。まあ、またちょっと原死んでるんですけど、またあの、あれを前回の、ベース動画でも使って、まあ、あの、やっぱり、その都度やってたんですけどね、一曲ごとに。まあ、あの、ちょっと最近やっぱりこのベース自体がちょっとやばくなってきちゃったんで、いい音がそんなに自分では納得いくことはそんなに出なかったんですけど、まあ、あの、滑りが良くなったりとか、まあ、メンテナンスというか、こう拭いたりできたんで、まあ、それは、あの、すごく活かされております。ありがとうございます。というわけでですね、まあ、そのまままた、継続しているんですけども。そしてまたその結果。なんと、もう一つ。送られていただきました。送られてきました。まあ、サクサク言ってしまいました。この、幸せバターですね。チップスのカルビーの。幸せバター。これがですね、12。これもう、箱に、もうでかすぎて。幸せバターですね。60g。この、箱、でかいんですよ。まあ、12袋入ってるんですね。あと、このでかい箱の上にさらにアマゾンの箱があって、さらにでかかったんですけど、まあ、開けるとこれが、どんどん出てきて、幸せバター。これ12袋。で、出しちゃいます。このぐらいの、幸せバターですね。まあ、このぐらいの袋です。まあ、だいたいわかりますかね。まあ、僕の手は割と大きい方なんです。まあ、あの、女子とかに、手大きいですね、とか言われて、こう、へへ、みたいになるんですけど。まあ、そんな、割と手が大きいんですけどね。まあ、で、まあこのぐらいの。60g とはいえ、結構食べ応えがありますね。これが12袋入ってまして。これも重宝しますよ。コンビニ行かなくて済みますからね。まあこれ自体もちょっと多分、コンビニには売ってないので、コンビニ行かなくても済むので、これとチョコバ、あ、これのちょいしょっぱい、まあ味は後でちょっと説明しますと、チョコバットで、こう、交互に食べられて、こうバランスよく食べられる。というものでして、まあ、本当に重宝します。コンビニに関する帰りがけ、こう、帰りがけとか、コンビニめんどくせえっていうのは、なくて家に帰れば、こうあると。東京の青山の家に帰ればあると。まあ、その仕事 IT の、まあ、嘘ですけど、IT 関係の株の取引の証券の仕事があった後にこれを買わなくて済むという。いや、これ、で、結構こう食べ応えあるので、まあ多分2日に分けてとか2回に分けて1袋とかなるんですけど、まあ、で、賞味期限これ5月ってなってたんですよね、来年の。2022年か。まあ全然そのぐらいいけるんじゃないか、もしかすると。そんなに毎日毎日食べないんで。まあ、とにかく、重宝してます。12袋。で、もう1袋は1袋半ぐらい平らげてます。すでに。うめえって。ほんとこれは美味しいんですよ、あの。
まあ、チョコバットもちろん、これは、なんだろう。甘さとバターの、風味と、甘さの、もあり、バターの風味もあり、もちろんこのチップスなのであれです。カルビーなんで、大手の。で、まあ、もちろん、こう、塩分もあり。まあ、コンソメパンチとかもいいんですけど、これは本当にそこにしとく、このバターのこの風味がたまらないです。これは本当に、いくつあっても、無限に食べられるやつですね、やっぱり。まあ、そういうのを選んで乗せているの。まあ、というわけで。まあ、もちろん今、この後とか食べるんですけど、寝る前とか、食後とかに。もう、咀嚼はしたくないので、今は食べないですけど、とにかく美味しいです。ありがとうございます。というわけで、まあ、引き続き、募集をしていきたいなと。いくつあってもいいので、まあ、被っちゃったとか、でも全然また来たよとか、そんな贅沢なことも、また来たらまた来たでやったーってなるので、まあ、値段とか見ていただいて、まあ、もしですよ、送ってくれる方がいるのであれば。というわけで、送ってくれた方ありがとうございます。まあ、またこ、匿名ということなので、まあ、また、あれ、嬉しいコメントもいただき、まあ、これも、非公開ということで、まあ、ちゃんと読まさせてもらって、ちゃんとこう、棚にこう、まとめてあります。紙とか、そのメッセージが書いた。というわけですね。まあ、引き続き、載せさせていただきたいと思います。載せさせて、欲しいものリスト、載せさせていただきたいと思います。というわけで、ちょっとまた、ちょうどこの動画撮る前に、ちょっとまた買えなかったっていうコメント、またありがたいことに買ってくれるという方がいらっしゃいまして、すごいですよね。それぐらい、そうに言っとくと結構人気がある人だと思われるので、あ、この人は人気があるんだ。じゃあ僕も私もプレゼントしようっていう風になるかもしれないので、言っておきますけど。またちょっと修正というか追加したりとかしてますね。また、欲しいものリスト見ていただいて。まあ、物乞いですね。まあ、その辺、お間違いなく、物乞いです。お間違いなく。ということですね。なんかください。いろいろください。いやいや、まあまあ。というわけでですね。で、あとなんか言おうと思ったかな。まあ、あとは、まあいいや。あと、そうですね。サクッとこの動画も作って、また何かいただいたら、また動画を作ろうと思います。というわけで、また次回、この間のベース動画もやってますし、また見ていただいて。なんだっけな、まあ、あとは、その後、まあ、またライブ配信だったり。まあ、次、ちょっと一日、ベース弾けそうな日があるので、なんかちょろっとやー、ベース動画やろうかなと思ってますし。まあいろいろ考えてます。いつも通りですけど。まあ、そんな感じで。まあ、長くなっちゃうんで。以上。ありがとうございました。では、また何かあったら動画にします。なんかあったかな？ないよな。ないよな。なんか出来事。まあ、いいか。まあ、宣伝もし、今いろいろ、とにかく、ツイッターとか、いろいろやってるので、まあ、いや、よろしくお願いします。今後とも。では、そんな感じで、結果でした。引き続き、物覚えしていきたいと思います。では、さようなら。